るタンタンフルフルタンタンフルフルタンタンフルフルということで、はい、タンフルとは何でしたっけ。タンフルとは、タンフルとはなんかあれじゃないの、フルーツが包まれているみたいな。そうね、飴です。飴なのか。あ、フルーツ飴のことだって。おー、タンフルイコール韓国語でフルーツ飴って言うんです。へー。ということで、はい、タンフルをたくさん失敗してきた私たち。そっか、あれもタンフルってことか、はい、ほぼほぼほぼ失敗していた私たち。だいたいネチョネチョか、はい、粉に戻すね。粉に戻ったよね。してきたしてきた。今回は氷タンフルを作りたいと思います。大丈夫、失敗なんかできなさそうだな今。大丈夫だよ。だから砂糖を溶かすっていう工程があって結構難しかったじゃないですか、うん、で冷やしてさ固まらないなみたいな、うんうん、今回は果物に氷をまとうだけなんです。大丈夫かな。火も使わない。あーでもすごいねそれは。そうなんです、火使わずに。そうです、これは科学かな。科学だから。科学、科学なんです。だって逆に心配。それでは持ってきます。じゃん。材料は、材料はまず氷、それから氷タンフルにしたいときはお水、うんうん、そしてなんか美味しいのは牛乳タンフルらしいので。え、知らない。牛乳タンフルで、ヨーグルトでやる人もいるらしい。え、ヨーグルトタンフル。はい、タンフル。そうみたいです。と、冷凍フルーツです。おー、すごいね、今コンビニで手に入るもんね、はい、そうなんですよ。じゃあ、いつの方、はい、牛乳にしますか。おー、やりたい。私の方はこのお水の、この中にお水を入れます。どのくらい。ちょっと氷が浸るぐらいですね。俺結構入れるよ。このぐらい。おー、マジそんな入れる、うん、フルーツ入れたら溢れないか。あのそんな大量に入れない。うん、じゃあ牛乳も入れてみます。うん、おー、何それ。アイスミルクなんですね。普通に飲みたいわ、このまま、うん、ということでですね、まずこの入れたお水を冷やすために軽くこう混ぜときます。そしたらお好きな、フローズンフルーツを入れます。え、だけ。はい、マジ。うん、これだけ、うん、終わり終わり。え、終わり。本当にできるのそれで。そうだよ。マジ信じがたい。今までこんな苦労してたのに。そう、だからめっちゃ簡単なんだよ。え、例えばこうブゲブゲバーン、うん、おー、すごい。入れて、じゃあ私パイナップル入れてみます、うんうん、フルーツポンチや。確かに沈めるようにこうかき、ま、あーやった。止めたし。宇宙できてない。なんかこの中で宇宙が星座が生まれそう。で、まあこうやって、ね、1分ぐらい混ぜるんですよ。まあ、そんなこと言ったら私の方も。お、こっちはミルク。科学の顔ね。セロトニン。セロトニンみたいな。私じゃあバチェラー3を見ています。あ、バチェロレッテ3を見ています。セロトニンだ。もうできてるよ。どう変わってきた。このフルーツが、うん、白く、外側が白くまとったら成功。あ、もう私もできてる。あ、ほんとだ。ほら、ほら、まとってるまとってる。すごい、すごい、簡単。はい、はい、動画終わんの。でもまだ、でも待って、なるの宇宙できてる。まだ4分ぐらい、宇宙できてる、宇宙できたのは。どうすんのこれ、これ失敗例ではある。ねえ、もうセロトニンができちゃった。ひどい。これね、鉱石のように削っていくところだ。やばい。ね、もうダメだ。もうダメだ。でかいって。やばいやばい。どういうこと？ねえ。何それ。そうだ。思ってたんと違うんだけど。あ、これ、あ、すごいけど。すごいすごい。ええー。もう白くなってる。それ何？これもう。もうか。何これ。パイナップルどこかわかんない。これってパイナップルかもしれない。美味しそう。うん。うん。うん、うん、美味しい。細かい。美味しい。美味しい。うん。あのさ、台湾かき氷みたい。ああ。ミルクかき氷のあの感じ。美味しそう。めっちゃうまい。へえ。美味しい美味しい。もうなんなのこれ。もう、おーい、惑星、惑星が生まれちゃった。おー、あー、いい感じ。おー、もちゅるんちゅるん。パイナップル、すっごいちゅるんちゅるん。見て、氷の膜が張ってるの分かりますか。うん、見える。まずか、パキッちゃった。うん、美味しそう。うんうん。It's a show みたいな口。
え、どう？なんかさ、氷だけなわけじゃん。フルーツの甘みだけでも全然美味しい？美味しい美味しい。なんか本当に冷やし飴、飴みたいな。うん。うん。いい音。うん。ブルーベリー。でしょうね。じゃあいただきます。食感不思議、うん、え、おいしい、うんうん、じゃあこの桃、はい、いただきます。うん、うんうん、シャリシャリ系じゃない？すごい、これって誰が考えるの？ね、うん、でも韓国であったんじゃない？もともと、うん、なんかで全然別物、うん、ね、なんか食感楽しいのはこっちの氷タンフルの、そう、ね、氷タンフルで、確かに味とかちょっとアイスっぽく食べれるのは、うん、確かに確かに、白クマアイスとかみたいな、わかる、うん、そう、どんな感じ、白クマアイスっぽい、うん、こっちはスポーツの後とか食べたい、あー、わかる、爽やかなね、そうそうそう、パリパリパリみたいな、氷食べる人、氷食べるの好きな人とか私めっちゃ好き、ね、フルーツ飴うんぬんって言ってたけどさ、うん、フルーツ飴ではなくないってちょっと思っている、そうなんだよ、だけど、まあ、通称みたいな、まあまあ、氷タンフルは通称、飴みたいだよみたいな意味だし、うん、うんうん、すごい、で、なんかうまっ、美味しいかどうかは知らないけど、うん、なんかミックスベジタブルとか美味しくないよでやってる人、でも純菜みたいになるよね確かに確かに、プチプチみたいな、うん、フルーツがちゃんと甘いのを使った方がやっぱ美味しいんだろうな、そうだよね、だからもしかしたらドライフルーツとか甘いもんね、ちょっと甘くしてるもんね、これね、ドライフルーツ、あ、違う違う違うね、うん、もうちゃんと甘いじゃん、だからすごいいい、うん、毎回厳しい、毎回厳しい、趣味テクト、趣味のこと趣味テクトって呼んでます、なんか私さ、知覚過敏ではないと思うんだけど、うん、言われたことないんだけど、歯医者さん行っても、うん、口の中がこの温度が下がりすぎるのがすごい苦手なんだよ、どっちかっていうとあったかい飲み物を飲む、急に冷たいのが冷凍庫みたいになるじゃん、うんうん、これ食べてると、うんうん、シャーベット、ガリガリ君じゃないけど、ああいうバーのさ、うん、やつ、消化系アイスが苦手、アイスだったら溶けるもんね、そう、クリームの方が好き、なるほどね、うん、ラクトアイス、なんか夫婦しちゃったなぜなるかってえということで、今回は今流行っている氷タンフルをやってみました。え、でもこれは簡単だったね、なんか火使わないからさ、うん、いいよね、おやつに、しかもカロリーもそんなに少ない、危なくない、うん、コンビニで買える、ただね、牛乳は結構消費量があるので、うんうん、あのちゃんと確かにあのお母さんお父さんに、うん、やっていいか聞いてやりましょうね、うん、そうですね、はい、どっちかっていうと、うん、普通の氷より牛乳の方が美味しかったね、うんうん、美味しい、味は美味しい、うん、でも食感はやっぱりパリパリしてて、うん、氷もありや、うん、そうだよね、うん、だけどこういう固まってしまうことがあるので、そうそうそう、うん、もう跳ねて宇宙戦艦みたいになやばい、もう、はい、皆さんはこうならないように注意してください、はい、それではまた明日の動画でお会いしましょう、ごきげんよう。